続いて世界が注目ネット動画のコーナー、上條アナウンサーです。はい、今朝は水が欲しいという動物たちをご紹介します。2つ続けてご覧ください。まずは先月アメリカオレゴン州の公園で撮影された動画です。この日の気温は35度。ワンちゃんも暑くて水浴び場にやってきました。でご覧のようにこうバケツに溜まった水がこう落ちる仕組みになって、ありますよね、ありますよね。でこうワンちゃん上を見ながらタイミングを合わせてこの水何度か浴びたいんですけれど、はい、なかなかこう、ね、タイミングが合わないんです。本当だ、ちょっと惜しいですよ ね、 ね、なかなか難しいのかな。うまくいきました。タイミングバッチリ。ちょっとコツをつかんだようで、はい、ここからどんどん次もうまいタイミング合いましたね。投稿したのは家族で公園に来ていたニューマンさんのご一家です。 And it continued jumping and playing. Well, it was just too cute to not record. The dog and the kids and everybody was having fun and it was just a fun day.気持ちよさそうだし、この仕草かわいいですね。かわいいですね。続いてアフリカの南部ボツワナで撮影された動画です。180万回以上も見られています。野生の動物たちを見ようと観光に訪れたアメリカ人のケリータンさん。宿泊先のプールで友人たちとくつろいでいたところ、思わぬゲストが現れました。ゾウですか？嘘みたいですけど、これ野生のアフリカゾウなんです。そう、合成じゃないですよね。ちょっとすごいですよ。なんとプールの水を飲みにやってきたんですね。これ近いですし、お客さん泳いでる人たちもびっくりしてます。もう固まっちゃってません、うん、動けませんもんね。本当にびっくりですよ。近い。アフリカって素晴らしい。こんな経験ができてラッキーだね。 It was incredible to see something like that happening. I just feel really, really lucky that I was there and that I had my camera and that I was able to experience that. I don't, one of them said he actually gasping a little bit and shaking a little bit. But once they calmed down, I thought it was really a pretty, pretty crazy experience. 喉を潤したゾウは人に危害を加えることもなく満足した様子で去っていったということです。プールの水減ったんでしょうね。だいぶ飲んだでしょうね。どうでしょうかね。本当だ、おとなしく帰っていった。いや確かに本当に最初は怖くてびっくりするでしょうね。阿部さんいたらどうします、あのプールどうしますって、すごい質問ですね。でも鼻でね、こう、うんうん、上から水かけてもらったら気持ちいいんじゃない？さっき飲まっちゃうみたいな。一緒になっちゃいますけど。このゾーンは普段はこのプールから30メートルほどのところにある自然の水たまりで水を飲んでるそうなんで、はい、こういうふうに人が泳いでいるプールに近づくというのはとても珍しいことなんです。ね、そうなんですね。でもこうプールにいながらよく撮影できましたよね、うん、そうなんですよ。この撮影したダンス、本当この映像スクープで、はい、現地のガイドさんからアフリカではこういつ何が起こるかわからないからカメラ持っといた方がいいよと言われていたからこそ逃さずにこの瞬間を捉えることができたんだそうです。ね、でもびっくりしますよね、きっとね。見てる方も驚きました。、はい、世界が注目ネット動画でした。